キハ201系機動車は、北海道旅客鉄道が1996年に製造した通勤系機動車である。導入当時、札幌駅を発着する函館本線、千歳線、札晶線は、札幌都市圏における人口の一極集中により、年4%の輸送量増加が続いていた。このため、電車列車については、性能、 収容力の点で劣る711系電車を JR 北海道では初の本格的通勤型電車である731系電車に置き換えることで輸送改善を図ることとなった。しかし最多混雑線区でもある函館本線小樽駅札幌駅間は電車列車に加え非電化の良い地駅、くっちゃん駅方面から性能、輸送力ともに電車列車に劣る機動車による 直通列車が朝通勤時間帯に1日2本設定され、損置した場合今後の輸送改善への影響が懸念された。このため、朝の非電化区間直通運転の維持もしくは分断が検討されたが、当時この区間への小樽医園からの入り込みのうち約1200人、日は札幌駅及び園までの利用であり、うち700人が上記の直通列車を利用していたことから、 731系電車と同一の設計思想で、通勤型電車と同等の性能、機能を持ち、かつ、輸送段差に対応する、電車と総括運転できる通勤型機動車として、本系列を開発、投入することとなった。1996年に3両編成4本が、富士重工業で製造され、731系が本格投入される、 翌1997年3月22日のダイヤ改正に合わせて営業運転を開始した。以来731系電車とは連結時に互いの動力を強調させた運転を実施している。本系列はその後の増備はされなかったが、1998年に試作車が登場した特急型機動車キハ261系は本系列をベースに設計された。 突起ない限り、登場時の仕様を述べる。コンセプトも731系電車と共通であり、設計、開発プロジェクトも合同であったことから、様々な面で徹底した共通化が行われている。デザインは内外装ともに内部工場で行われた。編成は731系、同様3両を固定ユニットとして構成される。731系電車とは、 編成単位での並結、協調運転が可能であり、本系列731系いずれを先頭としても、すべての制御、確認が可能なよう配慮されている。側面方向幕。殺傷戦での運用は2012年10月で終了したため、現在では、この北海道医療大学域表示は見ることができない。外観は屋根上、 床下機器を除き731系と全く同一である。車体はビード付きの軽量ステンレス製で、車体傾斜装置搭載のため車体断面は、紙型すぼまりの台形断面となっている。客用扉は片側3箇所に有効幅 1150mm のものを設け、低床下により、ステップ高さ 18cm、ステップ面高さ 970mm を、 実現している。戦闘部は731系と同様、普通構成の高運転台構造とし、衝撃吸収構造とした貫通式である。透過類の衣装や自動ホロ装置の採用も全く同一である。車体側面には、コーポレートカラーの萌え毛色をベースに、731系と対比した青の帯を配する。全面上部の種別表示器。 側面の行き先表示器はともに幕式である。駆動機関は直噴式の NDM 階13発型ディーゼルエンジンを全車2機搭載し、731系と同様、最高速度時速 130km、起動加速度時速 2.2km、S を達成している。液体変速器は、函館山線での運用、曲線通過後の再立行性能確保のため、 変速1段、直結4段、パワー音制御付きのものを搭載する。台車は731系と、基本的に同一の溶断発ツ軸両式、ボルスタレス台車であり、ステップ面を低床ホーム高さと、同一面とする必要性から、車輪を新車両で実績のある、新生児直径8 1 0ト、mm、ルのものとしている。 ブレーキシステムも731系と同一のマルチモード滑走、再粘着制御を行うものであり、機動車の本系列は電気指令式空気ブレーキと排気ブレーキを併用する。基礎ブレーキ装置も同様に苗母向上性の高粘着合成中鉄製リンゴを採用した量、抱き式踏みずらブレーキとし、全転効果において時速 130km から 十分な余裕を持って600メートル以内での停止が可能である。冷房装置は各車屋根上に集中式のものを搭載している。なお、731系電車との共通化、電車並列に伴い、制御電圧の共通化、設置系共通化などが行われている。車体傾斜装置731系と同じ、到達時分を確保するため、 曲線通過時の遠心力を緩和し、乗り心地を損なわず曲線の高速通過を可能とするため、川崎重工業開発の空気バネを用いた強制車体系車装置を搭載する。これは曲線に差し掛かると先頭車両に搭載したジャイロセンサーにより、車体の要因角速度と走行速度を検知し、制御装置では検知された。 ヨーイ因グ各速度と走行速度から曲線の方向、角度を求め、加えて内蔵された加速度センサーから左右加速度を求め、傾斜角度を決定し、各車両に搭載された車体傾斜電磁弁により、台車が行き側の台車枕バネ内圧を高め、車体を傾斜させるものである。これにより、使用時は本速を10時速 25km 上回る速度での曲線通過を可能とした。 なお、開発にあたってはキハ150系機動車を用いた試験が行われている。客室インテリアも、ロングシート、客室仕切りの廃止、客用扉上部と左右へのエアカーテン設置、母体開閉式の半自動ドアの装備、遠赤外線暖房、音符暖房や固定遠赤外線暖房の装備、ドアチャイム、自動放送装置、三色 LED 式車内案内。 表示装置装備など7 3 1系と全く同一である。ただし、便所の設置車両、車椅子スペースの設置車両が7 3 1系ではそれぞれ岩見沢型戦闘車、小樽型戦闘車であったのに対し、本系列ではいずれも中間車への設置となっている。その他運転台は7 3 1系同様の左手操作式ワンハンドルマスコンを搭載し、 モニタ装置はタッチパネル式のカラー液晶ディスプレイとなった。なお、運転台には電車との並結運転時に使用する機器、スイッチ類などが設置されている。以下、方面を示す場合、札幌駅材姿を基準とする。本系列は編成を組むすべての車両が、キハ201系であり、番台区分で区別されている。編成番号は、 岩見沢法先当社の車両番号に識別記号 DOCD-101 などと表記される。経年20年を迎える2018年から2021年度に、かけ、車両更新までの機能維持を目的とした、期間、変速機等の動力関係の聞き取り会が実施される、計画となっている。協調運転を行う機ハ201系と731系。全車両が、 内部運転所に配置され、以下の区間で、普通列車の他に、快速、ニセコライナーで用いられる。列車によっては、本系列同士、あるいは731系電車と並結した6両編成としても、運用される。ワンマン運転には対応していないため、他の機動車列車が、ワンマン運転を実施する函館本線をたる駅、くっちゃん駅、蘭越駅間でも車掌が乗務する。 かつては、区間快速、石狩ライナーとしての運用もあったが、2020年3月14日、ダイヤ改正で廃止された、殺傷線での走行。登場当初から、データイムの有効活用のため、同じく非電化で、通勤線区でもあった、殺傷線の札幌駅石狩東別駅、北海道医療大学駅間において、日中時間帯を中心に運用されていたが、同区間電化後の、 2012年10月27日ダイヤ改正で営業列車が電車に統一されたため、殺傷線での運用は消滅した。また、登場時には、千歳線で札幌駅千歳駅機動車減速機支え、装置構造変更重要機器取り替え工事。ありがとうございます。